月6日お昼12時30分になりました。ここからの時間は FM 岡山ハミアミ STU48。 こんにちは、 STU48 の岡山県出身沖優香です。前回の収録から広島と FM 岡山を結んでのリモート収録でお届けしています。先週までのゲストは石田千穂さんでした。滝野由美子さんと私沖優香が CM に出演している萩原工業さんと STU48 のコラボグッズの発表、なんとグッズのデザインをハミアミリスナーに決めてもらうというサプライズもありました。今週から新しいゲストメンバーとお届けします。自己紹介をどうぞ。はい、広島県出身矢野穂中です。よろしくお願いします。はい、早速、はい、リスナーさんからメッセージが届いているのでご紹介します。はい、岡山市北区ラジオネーム E さんからいただきました。STU のバラエティ担当の2トップ矢野さんとオキポ、楽しみすぎる。過去最高の笑いを取ること間違いなしですよ。バラエティー担当ツートップなんですか。ツートップって思ったことなかったけど、まあ、ちょっと楽しみです、ね。はい、頑張りましょう。萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。オープニングで触れましたが、萩原工業さんと STU48 コラボグッズ養生テープ、 Twitter でのデザイン決定投票で投票してくださった皆さん、ありがとうございました。2案あるうちの B 案に決まったということで、ゲストの矢野穂乃さん、決定した養生テープのデザインはどうですか。うん、素敵です。ですよね。うん、なんかこう船が大きく描かれてる。そうなんです。だからどこ切っても船がいるって感じですよね。しかもこうなんか何このキラキラ、うん、なんかこう海が入ってるっていうのもなんか爽やかな感じしますし、まあ、ファンの方の投票で決まったっていうのが、うん、まあ、みんながこれを望んでたんだろうなと思ったら、なんかすごい壁とかにも貼りたくなりますよね。あ、確かに使うっていうのではなく、うん、そういう使い方もできそうです。ですよね。はい、萩原工業さんと STU48 のコラボグッズ養生テープは7月発売予定です。詳しいことは番組ツイッターでお知らせしますので、楽しみに待っていてください。ハミアミ STU48、矢野穂乃さんとお届けする今週はこのコーナー、おきちゃん編み出すはみ出しメンバープロフィール。イエーイ。はい、私沖優香とゲストメンバーが STU48 のオフィシャルサイトには掲載されていないはみ出しプロフィールをリスナーと一緒に考えるコーナーです。まずはほのたんさんのオフィシャルプロフィールのおさらいをしたいと思います。はい、公式ですね。うん、生年月日が1999年8月6日、広島県出身、ニックネームはほのたん。好きな食べ物が汁なし担々麺一からライス付き、うん、瀬戸内でおすすめのものエナジマ。特技歌、お尻でくるみを割ること。今ここまでが以上が公式のプロフィールなんですけど、ここまで言うけど公式だよこれ。そうなんですよ、うん、公式。くるみすごく気になりますけど、そうそう、まあこれは常識なのでね。常識、全然まだはみ出してない。まあ、うん、ファンの人からしたらもうお尻でくるみを割るのは常識なので。常識ですね。私沖優香から矢野穂乃さんの公式プロフィールにはないはみ出しプロフィールをご紹介したいと思います。はい、何、これね、でもファンの人とかは、この炭素のファンの人とかは分かるかもしれないんですけど、なんか意外とって言ったら失礼なんですけど、いい責任感が強いんです。意外と失礼だったね、それ。意外と失礼かもしれない。なんかこう、ファンの人が、多分、ほのたんさん以外のファンの人は、多分、いつも、こう、ムードメーカーなほのたんさん。そうなのかな。を、多分、よく見てると思うんですけど、私たち、瀬戸マイクという課外活動ユニットをしていて、うん、藪下風さんがリーダーだったんですけど、休業した時に、ほのたんさんがリーダー代理になったんですけど、その時のほのたんさんの、なんか、責任感がすごくて、なんか、ひたすらずっとマネージャーさんと MC ユニットなので MC の打ち合わせをずっとやってたりとか、してましたね。企画を考えたりとか、もうずっとマネージャーさんと二人っきりでいて、うん、でなんかたまにちょっと落ち込んでって、なんか私はふーちゃんみたいになれないみたいな、なんかそんな責任感ある人だったら、なんかすごい熱い人だなって思って、なんかそっから私のほのたんさんを見る目が、すごいリスペクト方向に向いたんですよ。まあでももちろん瀬戸マイクのメンバーが大好きだし、まあ、おきちゃんも含め、ありがとうございます。こうやって支えてくれたっていうのもあったので、できましたね。でも、まあ、あの時は正直結構責任感感じて、なんか、ね、普段ふざけてるように見えるけど本当に熱い人なんですよ。普段ふざけてないよ。うん、
ないけど、うん、あの時は結構一番頑張ったかなって。いや本当にぐらいめちゃくちゃ頑張ってくれて、でもそれを見てくれてたっていうのちょっとなんか嬉しかった。そう、さりげなく影から見てました。そう以上ね、私の、ほのかんさんのはみ出しプロフィールでした。はい、続いて、はい、次は私からおきちゃんのはみ出しプロフィールを言っていきたいと思います。はい、でおきちゃんはですね、はい、いいですか、あの逆に責任感が意外とあんまない。失礼なかもしれない。あのね、はい、なんかこう、まあ、まあ逆なんだけど私と。そうですね、おきちゃんってちょっとこう、うん、大人っぽいし落ち着いてるし、そう、顔だけはねめっちゃ真面目に見られるんですよね。顔だけすごく、まあ、賢いんだけど実際に、うん、そういう風に見えるんだけど、はい、実際にこうやって一緒にいたりするとめちゃめちゃふざけれるし一緒に。なんか結構すごいこう緩い感じで絡んでくれたりする。そうですね、私が多分一番舐めてる先輩がほのたんさん。そうなんですよ、疑惑がちょっと出てて、結構2期研究生とかが入ってきてくれて、うん、ちょっとあの話しかけづらいの、まあそれ先輩だからね最初は、うん、っていう意見もある中、ね、おきちゃんってそういえば入った時からすっごいなんかすごい感じで絡んできたなと思って、うん、でもそんな最近じゃないですか、うん、こういう関係になったのかなと思うけど、私初めての先輩に対して先輩やめろって言いましたもん。そういうエピソードあったよね。結構ガツガツね来るんで、でもそれ全然嫌じゃないし、許してくれるから言える部分もありますね。そうやってちょっと舐めてる、私舐められてる。いや愛、愛です。愛よね、愛、愛。そういうとこがちょっと意外性があるなって思ったかな、おきちゃんの。あ、本当ですか。はい、これからも仲良しでいきましょう。はい、いきましょう。はい、そんな困難なんですけど、はい、リスナーさんからもほのたんさんのはみ出しプロフィールが届いておりまして、ご紹介したいと思います。横浜市在住のラジオネームふゆうちゃさんからいただきました。はい、ほのたんはリップを持ってる本数がとても多くて、1日に 4,5 本のリップを持ち歩いていることもあるみたいです。ちなみに今日は何本リップを持っていますか？リップ以外のメイクについてもとても詳しくて女子力が高いイメージなのですが、料理はしたことがないらしく、この前初めてリンゴの皮むきをしたそうです。今日のリップはちなみに、今日はですね、はい、でも今日 4,5 本持ってます。今日、ええ、マスクするのに、マスクするのに、あの、でも持ったない？ 4,5 本ぐらい。家にはあるけど持ち歩きはしないですね。家のも含めたら多分100本あるよ。何ですか、美容系 YouTuber ですか？美容系 YouTuber なんかな。口は1個しかないのにリップってめっちゃ集めたくなら、まあ、でも確かにほのたんさんは、うん、あのメイクとかが本当におしゃれなイメージがあります。嬉しい。料理はあまり、料理はあの最近ちょっとやろうかなと思い始めてるぐらいで、うん、全然今まで経験がなくて、この前あのリスナーさんにもあるように、うん、リンゴの皮むきをやったんですけど、はい、結局皮むきしなかったです。したって書いてあるのに。動画配信アプリでやってたんですけど、うん、みんなから危ないって言われすぎて、あ、包丁、皮むきはやめて、うん、普通に切るだけ切った。だから今度からあのピーラービューラーみたいなピーラーピーラーあるじゃない。 ありますね、皮をむくやつか、うんうん、あれでやってから、じゃあうさちゃん目指して、そうそうそう、行きましょう。頑張ります。はい、続きまして岡山県笠岡市あざとちりめんさんからいただきました。はい、ほのかお姉さまというキャラクターが存在するらしいのですが、本当ですか？本当ですね。これなんでだろう、のんちゃんの前でしかちょっと出すことができない身体ののかさん、そう、ほのかお姉さまになるんですか？キャラクターがあるんですけど、そのまま身体ののかちゃんがめちゃめちゃ気に入ってしまって、それがちょっとどういうキャラなんですか？ちなみにちょっとのんちゃんの前でしかできないんですけど、ちょっとすごくなんか意地悪お姉さんみたいになるちょっと演技かかった感じ。そうそう、それがちょっと面白くて癖になって自分も楽しくなってたまにやっちゃいます。なんとなく想像はできるんですけど。想像できる。気になりますね。すごいですね、このファンの方は。すごいですね、すごいはみ出し情報でしたね。うん、というわけで以上、おきちゃん編み出すはみ出しメンバープロフィールでした。矢野ほのかさんとお届けしたはみあみ ST48 エンディングの時間です。瀬戸マイクリーダー代理、初回どうでしたか？あの、私ずっと楽しみにしてて、はみあみを嬉しい出演できるのが、はい、めっちゃ楽しかったし、うん、先週石田千穂ちゃんだっけ、はいはい、千穂ちゃんよりは面白いこと言ったかなと思います。おーディスりますね、千穂さん。千穂ちゃんどうだったかな、わかんないけど、ちょっと私が、まあ、ファンの方にもあったように楽しみすぎるって言われてたから、私もすっごい楽しみで。だってバラエティー、スティのバラエティートップの一人ですもんね。いや楽しかったですね。いや楽しいです、あっという間時間が、うん、
じゃあまた次も頑張りましょう。はい、はい、今日の放送内容はオンエア後に番組ブログで公開します。そしてラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら聞くことができますので、もう一度聞きたい方はぜひお願いします。7月に発売予定の萩原工業さんとの ST48 のコラボグッズ養生テープ、詳しいことは番組ツイッターでもお知らせするのでチェックしてみてください。萩原工業プレゼンツ、はみ出せ、編み出せ ST48、 ST48 の沖優香と矢野ほのかでした。バイバーイ。この番組は萩原工業の提供でお送りしました。